そうですね。あれ本当の警察官なんですか、ね、だと思いますよ。ちゃんと地方公務員の国家試験を受けてですか。国家試験で合格して地方公務員の試験なんで、ええ、私たちは国家公務員じゃなくて地方公務員なんですよ。私、ええ、存じ上げておりますけれども、はい、大体の国家試験とはまた別なんですけど、あ、ただ警察学校出ただけですか。いや、あの地方公務員の採用、うん、警察官の採用試験を正式にちゃんと受けて、はい、地方公務員 の、はい、あの普通 の、 あの一般職と総合職あれとは違う試験なんですね。一度警察官の採用の試験を受けて、ちゃんと警察学校を卒業して、はい、これでまあ配属されてる警察官が。あれ4年間ですよね。何ですか？警察学校って。いや、それはまたあの高卒大卒で変わってくるんですけど。大卒の方はあのちゃんとあの地方公務員 の、 あの試験を受けてるわけですけども、警察庁。高卒ももちろん受けてますよ。あの警察庁のですね。警察庁であれば、あの、うん、ノンキャリじゃなくてキャリア組っていうのはあの政府と仕事するからそういうきちんとした試験は受けてるんで、まあ、警察庁だと警察庁でまた別になってきちゃうんでね。あ、そうなんですか、ね、はい、あくまで私たちは千葉県警察官の採用試験受けて、はい、千葉県で、はい、合格してる身分なもんで、はい、警察庁だとか、まあ、いわゆる警視庁東京のお巡りさんとかとはまた別の区分になってくるんですけども。あ、そうなんですか、はい。あ、だから話分からなかったんですね。警察官がちょっとどういう対応したかはちょっとここでは分からないんで。